何をどう逃れてもライブのことを考える感じでした。ハロー、こんばんは。こんばんは。はい、というわけで、初めての3回目のご出演のゲストでございますね。いやー入ったな、こんなありきりさんみたいになっちゃった。いや、前回キングヌーの話をしてて、そしてなんか、まあ、ライブに行ったらまた話しようよって言ったら、ちょっとしばらくしてからライブに行ったよみたいな風にね、 LINE が来まして、あれこれは3回目なんではないですかっていう風で、今日ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日書きたい字教えてください。あ、はい、破裂です。破裂ね。いや、破裂、破裂良かったな。そう、今日もね、キングヌーのお話なんですが、これが今回のベストオブな曲でした。個人的に、個人的だな。へぇー。え、なんかさ、ティーンエイジャーがいいって言ってたじゃん。あれは歌ってないの、今回は。歌いましたよ。え、歌いましたなのに破裂なんだ。なんでなんで。まぁ、あ、ちょっとね、ちょっと理由はおいおい。はい。おいおいさ。おいおい。まあ今日はちょっとライブの感想をね、バンバン、もうネタバレガンガン OK っていう風で言ってもらいたいんですけど、どこの公演に行ったんですか、まず。仙台の2日目なんで、10月30日。ああ、あれね、東北民なので、一番近場のところに行ったみたいなんですが。今日はね、ちゃんと瀬戸利通りの話。おめっちゃ張り切りさんじゃん。やめろ。めっちゃ楽しみなんだから。そんな大したこと言わないんだけどな。最初は飛行艇だったんですが。おお、飛行艇からか。はいはいはい。ライブは基本的に飛行艇かドローンかどっちかから始まるんですよ。あ、そうなんだ。だいたい。へえ、はい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 。そもそもなんか、その細かいことなんだけどさ、開演前のもう会場入ってる時に、ずっと、まあ大体何かしらは流れてるじゃん。そうだね。その何かしらが開演直前あたりにホワイトノイズみたいな音でザーみたいな。へー。ずっとそうなんだったから。ザーみたいなって、その音が、ホラー映画のやばいシーンの直前みたいにザーってだんだん、自然とみんなの心理をバクバクさせてくれる。ちょっとおー、すげえ、それちょっと、しかもそこからの飛行艇めっちゃ熱いね。本当はね、そのザーから飛行艇来てほしかったのよ。そのザーの直後にご来場の皆様に、あ、そうですか。わかりました。うん。なのね、畳み掛けがすごかったんだよな、序盤。おうおうおう。飛行艇占領役者で完全に場を温めに来た。はいはいはい、いいねいいね。このままガンガン行くかと思ったら、そこでビニールが来たのが。ああ、ビニール、そこで来るんだ。上げて上げてのビニールだったら、ちょっとこれはね、戻ってしまいますね。ああ。そっからソロをしてもう一回上げてくるんですよ。おー、ビニールのドラムソロもいいしな、始まる前の。うん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 。もうやっぱライブだといいでしょ。そう、やっぱいいな。ドラムの音が、っていうか音量がさ、もう本当に内臓に響いてくる音量っていうか、ズンズン。今までのライブで一番でかい会場だから、ゼビオアリーナ仙台。え、僕が今まで行った。あ、ティックが今まで行った中でってことね。なるほどなるほど。そう。もう、クソデカ音響で。クソデカ音量を前に受けて、へえ、気持ちよかった。たまらんね。てかライブ自体もあれなんだよな、久々だったんじゃないの。あ、もう丸1年は確実に行ってない。あ、やっぱそう。2年以上は。いやー、やば、それはちょっと刺激強めだね。で、今回ちょっとまあくじるんですけど、初めてアリーナで2階席だったよ。ほう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 。2階席かいとちょっと思ったところもあったんだけども、いやー、2階席結構良かったな。ああ、そうなんだ。別にあれ？がっかりした感じじゃなかったってこと？うん。まあ、確かに多いけど、うん、その、照明の演出が、もう1階にいると、常に上の方で何か行われてる感じじゃん。そうだね。ステージから来る光とかも、上から降ってくる光とかになってくる。うんうん、
それが今回2階になったことで、もう、なんなら下から来るしかり。あー、ちょっといつもと見え方が全然違うね、それは。そう、があったんで、ちょっと2階ありだな。で、ソローズの次がユーモアで。はい。ユーモア結構、なんかラフめというか、横乗りな感じで、気持ちよくなってきたところに、そこで白日を打ち込んで。あーやべーやべー、いいですね。手取りがね、今回、なかなか気合い入れた手取りだったような気がして。待って、今のところまでまだ MC とかなし？どうだったかな、どこだっけ、どっかかってね、一言喋ってんだよ。確かごきげんようって急に言ったんだよ。ごきげんようか。そう、なんか MC タイムとかじゃなくて、急に開演がちょっと早かったんですよ。はいはいはい。5時。こんにちはには遅いし、こんばんはには早い時間、そういうことね、ごきげんようって言って急に次の曲入った。面白い。何言ってんのこいつ。で、その白日でね、あ、このこれこれと思った後で、この次が破裂なんですよ。おー、まず破裂で良かった点が、長めの、あの、アコースティックギターソロ。はいはい。最初の方のもう精一杯だろうとかの、あそこのメロディーラインをひとしきりアコギソロで、情緒深くね、趣深く。それ、いや、あかんわ、それさ。しかも白日の後やろ、やば。で、その後に、ようやく井口さんが、その曲でね、もうリズム舞台、ドラム、ベース、一つも音出さないの。へぇ、そうなんだ。もうアコギと声のみ。やば。それでは、これは来たな、痺れるぜ。思って、もう、じっくり聴いて、で、最後、もう、だなだだいいとかで終わるんですけど、で、その一番最後のいいが、アルバムとかだと、もうスーッと消えていくような感じで、どんどんでかくなって、声量がね。で、そのままいいでってるでって、そのままプレイヤー X。うわーやばーこの、でもその破裂で後ろのリズム舞台を一切使ってなかったのも含め、急にそこからダーンってプレイヤー X に入る。いやーちょっとやばい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 。鳥肌立ったし、ちょっとね、涙ちょちょ切れちゃいます。すごーい。いや、今脳内で再生しただけでちょっと今ゾクッとしたもん。やばいね、それは。もう、なんで、ここね、破裂プレイヤー X の2曲セットで今回の MVP だった。あー、それ最高だわ。で、プレイヤー X の曲自体を聴いたことある人に思い出してもらえればわかると思うんですけど。最初の方でもうサビを歌って始まる曲じゃないですか。そこのサビの部分が丸ごと破裂という一個の曲に置き換えられてる構成なんです。やばくない？めっちゃやばくない？それ。確か、プレイヤー X のそれの最後も、イダンで終わってる。あー、すごい！完璧に綺麗につながる。いやー、なんかちょっと、パズルみたいだね。イントロに破裂をぶち込むという荒技、力技でした。すごいね。一番グッときた。ほんと、いやーいいね。ぜひ皆さん、破裂聞いてください。いや、破裂、めっちゃ好きなんだけど。前回もなんか喋ってたけど。あ、そうかそうか。え、大丈夫？ここからあれ？めっちゃテンション下がったりしないよね。いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫？で、プレイヤー X の次がザ・ホールですね。うわー、またー。で、そのザ・ホールの最初の方も歌い始めたあたりで、ピアノの音がピタッと止まったんですよ。ほう。それが機材トラブルだったらしくて。え？そうなの？なんか、なんかそれもね、良かったんだよ。あ、なんか止まっちゃったねと思ったの、みんなで。うん、うん。拍手で応援的な。あすげえ。パチ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 。おう温かな空気が流れる。へぇ、なんかいいね。ライブならではだね、それは。え、結局それ治ったの？演奏中に。あ、なんか、すぐ音また出るようになった。あー、よかったね。ドキドキするな、それ。で、あー、どこだったかな、ちょっと先言ったけど、ザ・ホール・アブク三文小説。
ね、ザ・ホールか三文小節か、うん、どっちだったかな、あの後半の方でドラムがなんかダダ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 パーンパーンパーンみたいなところ、ラスサビあたりで、そこドラムのダダダダの後にシンバルが何回か入る、うん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 、本来そこがライブだともうシンバルなしで、ダダ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 ダしか、もう本当は入るはずのシンバル入らない、意図的に、うんうんうん、ちょっとそういう細かなねアレンジがちょっと好きでした。いいね、なんかちょっと違うんだよね、ちょっと変えてくるのが今しかない刹那の音。うわー、ちょっといいね、やば、行きたくなるな。ザ・ホール、アブク三文小節のもうバラードが、まあ、アブクバラードなのかな、あ、私はあれバラードだと認識してるけど。まあね。で、アブクが良かったのが、うん、照明がすごい良くて。うん、おー、何何？あ、その、スクリーンっていうか、モニター、うんうん、クソデカが後ろ前面にあるんですけど、うんうん、でそこが、なんて言ったらいいかわかんない、水色というかのと、なんか白っぽい、灰色っぽいののモヤモヤっとした映像なんですよ、うんうんうん。で、ステージの方向から、無数の青っぽい光のライトが、ブワーっとこっちに向かってきてる。おで、そのあれが、なんかね、もう勝手な自分の妄想ですけど、いいなんか自分が水の中に沈んでるような。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。その、ステージの後ろのそのもやもやした水色のやつが水面のような、うん、で、そっちから光がやってきているような、うん、どういう意図があったのかわからない。その照明のライトアップの垂れ方とか、そこで、あ、2回いいなって思った。ああ、そうか。うん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 。なるほどね。あれはおしゃれ、うん。で、その後の三文小節、ところどころピアノとボーカルのみのところがあるじゃないですか。うん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 。あの部分が、まあ、どっちがどっちの色だったかな。井口さんが赤で、常田さんが青だったのスポットライト。うん。よく覚えてるね。すごいね。それ、かな。うん、もうそれ以外のライトなし、その2人だけに違う色のスポットライトをバンと当ててる状態のピアノとボーカルだけっていうのがかっけー、よかったな。あれ、あと破裂の時も2人だけに光が当たってる状態だった。あ、そうだ、それでまた破裂の話いいよ。破裂で2人だけで歌っても後ろの映像とかなんもない、うん、うんうんうん、の状態からバンとプレイヤー X に入るわけじゃん。うんうんうん。で、そこで後ろの映像もステージのライトもバンと当たって、うん、こっち側にもステージから客席側に向けてのライトも急に来るわけ。うん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 。それで、俺の頭が騙されやすいだけかもしれないけど、破裂で二人だけだったから、もうすごい、なんか必要以上になんか距離的に遠く感じるというか。ああ、なるほどなるほど。すごい遠くの方で、ぼーっと歌ってるような感じだったのが、まあただでさえ2階席だ。そうだね。そっからプレイヤー X でバーンと来たから、その、なんていうの、存在感というか、クソデカ存在感。うん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 。急に近くに来たような、大きく見えるようなタック。はぁー。2階席でもそう思える演出ってすごいね。あれよかったな。それにね、もう内部通してずっとなんだけど、うん、ステージの後ろの映像とステージ脇の両サイドの縦長のデカスクリーンには演奏している人たちのライブ映像が映される。だから、まあ、ちゃんと顔がよく見えるっていうのもそうだし、うん、自分たちの方から見たらただただなんか井口さんだったりがなんか後ろから照らされてるだけの映像なんだけど、うんうん、サイドの映像を見ると、うん、もうめちゃめちゃ神秘的なの。あー、なるほど。もうこのシルエットが完全にその井口さんが真っ黒に見えて、うん、後ろからパーって光が差してるように見えたりだとか、とにかく生で見ているものと、うんうん、パッと見てサイドの方のライブ映像でよく見る方で、あ、こうなってるんだみたいな、うん、ちょっとした答え合わせ。あー、なるほどね、なるほどね。オンラインライブだったり、そうだね、ライブの CD 特典とかだったり、それが実際もこうなんだって
ていうこの答え合わせ、うん、これもなんかなかなかでしたなんかいろんな角度からあれなの、楽しみたい人なんだね、やっぱり。あ、うん、そうだね。俺なんか歌、生で歌ってるキャーみたいな、それだけでなんか集中しきれないんだよ。うん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 。なんか他のライブとかで歌われてる最中に、まあ、急に考え事しちゃったりとかする。そうなんだ。急に違うことをへーと考えて、あ、曲終わってるみたいな。あ、もうライブと全然関係ないことを考えちゃうってこと？うん、気づいたら。へえ、まあキングヌーはそんなことはないわけか。そう、その考える、うん、処理するタスクがもう目の前でいっぱいいっぱいたくさんある。うんうんうん。もう何をどう逃れてもライブのことを考える感じでした。それだけなんか仕掛けが多いんだよね、きっと。そうそうそう。で、その三文小説の後に MC。うん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 。MC はすごく普通の世間話をしてみんな盛り上がってるかみたいな、うん、なんもない。こういうご時世でコール&レスポンスとかも不可能です。前日がちょうど新井先生のベースの誕生日で、うん、あ、そうなんだ。で、公演の一番最後に新井先生がもう金ピカの衣装を着てマスケンサンバをやるイベントがあった。たすきで本日の試合で誕生日おめでとうみたいので終わるっていうライブだったらしいの。前日が新井さんがもうようやくもう集中できる。それしか考えてなかったよ。話の急にもう石油が全然関係ないんだけど、昨日あったオチのないけど話していい唐突って、昨日なんかシンバルの一つ割れてたらしくて、で仙台の楽器屋さんを回ってたんだけど、うんうん、その時になんかファンの人に声かけられて、おそれでライブ行きました、うん、で今こういうこともしてるらしいって来て、あ、じゃあどこどこ行くか知ってるみたいな、できるさ、聞いて、あ、いいっすよ、なんか案内しますよ、みたいな言って、二人で待ちぶらしたっていう。パンと？パンと。すげえでもね、キングヌーってね、妙にそこまで、うわ、羨ましいともなりきらない。そのファンの人、喜んでたみたいな、キャーみたいな、言ってたみたいな、常田さんが聞いた、うん。いや、別にそんなに。新井さんもまあそんぐらいかね、こっちもやりやすいねそんな。でその後に樋口さんもそういえば昨日つったっけ、今日つったコンビニでファンのことがあって、うん、あ、そうですよねみたいな言われて、その時なんか2リットルの水と喉飴持ってたからなんか恥ずかしくて、ああ、はいはいで、そのファンの子もレジに並んでて、その子が前で樋口さんの後ろだった、うん、なんかキャッシュレス決済しようとして、チャージが足りません的な感じが出てらしく、うん、前の子がすごい、あ、みたいな感じでちょっと慌てて、うん、た感じのが、なんか、すごい良かったよなぁ。樋口さんがニコニコしながら。そうやってなんか、慌てたり、ちょっと恥ずかしがったりする女の子、ちょっといいよなぁって、樋口さんが。ニコニコしながら言われてもなーって思いながら、ちょっと、あ、ちょっとわかるなーって思ってました。そんな MC でしたね。そんな、なんかあれなんだね、ほのぼのしてるんだね。ただ4人の楽屋を見ているから。あー、いいじゃん、いいじゃん。で、そろそろ、さあ、行きますよって感じで、急にスランバーランドおースランバーランド、そこで来るんだね。そっからのスランバーランド、東京ランデブーの本当の黄金コンビで来る。はい。で、その後で、傘だったんだよね。ああ。これはちょっと意外でしたね。スランバーランド、東京ランデブーで上がったところにね、うん、もう休憩かのように入れてくるわけですよ。うん、傘生で来てたのちょっと嬉しく。そっかそっか。その後でドローン。おお、いいね、傘ドローンね。うんうん。ドローンもな、言わずもなで、ドローンでした。めっちゃ伝わるわ、言い方が。仙台公演2日目、10月30日の話をするにあって、絶対に避けても通れない話なんですけど。はい、なんすか。で、次、フラッシュだったので。うん。
で、まあ、前回も話したように、ラッシュ、ソロでしょ、クソナガ、ドラムソロが、それも、ブラッシュだなってわかるけど、新しいパターンでいく。へぇー。で、そっからやっぱり完璧なタイミングで、ベース、ギターがバッと入ってきて、で、そっから、もう、インスプラッシュで、うわーって、イエーってなった後に、その後の歌い出しで事件は起こりまして。はぁ、あ、何歌詞飛ばしたんですよ。え人生初らしい、人生初フラッシュの歌詞飛ばしたって。わお。で、しかもそのドラムソロ長くやって、完璧に入って、インスプラッシュの後に歌詞飛ばして、あ、やべえやべえ。ごまかして始めるでもなく、井口さんと常田さんは、え、どうするみたいに言ってるんだけど、石油はもう、イヤホンもしてるし、ドラムも相当うるさくて聞こえてなかったのか、まあ、聞こえた上でしてたのか、もうずっと曲進めてんの。どうしたの、ドラムだけ曲がダダダダって進んでいく中で、え、ちょ、え、どうする、もう一回やる、もう一回やるか、もう一回やろう、インスプラッシュって一応歌う、イッツフラッシュ。イッツフラッシュって言った直後に、そのドラムも止まって、もう一回やろうか、ファンとかのように。めっちゃ面白いじゃん。もう一回やったの、ほんで。うん、もう一回って、それで、一番かっこいいとこから始めようよ。その、ベースとかギターが入るちょっと前あたりから、ちょっとさっきと違う感じでお願いって、で、確かにちょっと違う感じでもう一回ドラムから入って、もう一回弾けるドンでした。へぇー、すごーい。レアだね。その後、ティンネーションを追えば。あー、いやー、そんなとこで来んの、もう。やばいでしょ、ティック。ティンネージャーフォーエバーで、イエーって言って、一旦終わり。ティンネージャーフォーエバーのライブが一番好きなのは、俺、一番最後の、一番最後にもう一回、誰かになんてって、まあ、ちょっとゆっくりめの、はい、あそこでもう結構、ほぼほぼ音がない感じで、誰かになんて、そんなの分かってるんだ。からの、そう、信じてみたいよって、もう唐突にリズム上げて、そっからガンガン上げていく。あそこね、大好きなんです。いやー、やばいよね。あそこは大好きです。で、それで、イエーイって終わった後ね、新井さんあたりとか、ちょっとごめんなさいみたいな、謝るポーズしながら、ついさっきフラッシュやってから、手を合わせて、すいません、みたいな感じで、へぇー。で、そっから、アンコール。てかさ、あれやってないの？あの、ボーイってやってないの？アンコールの直後です。でも、アンコール直後って結構、バッと出てきて、バッと歌う、かなと思ったの。ねるっと出てきて、新曲やりますか？って歌い始めました。うぇい！粋だね。で、ボーイ。青いもね、よかったね。もう、なんも言うことないな。いや、ティーンエイジャー好きだったら多分、ボーイめっちゃ好きじゃない？ピック。あ、いいよ。いいよね。いいよ、あれは。うんうんうん。で、ボーイ歌った後、もう、キングヌーのライブはすべて、すべてかな、もう、知ってる限りすべて、サマーレインダイバーでもある。へぇー、そうなんだ。あれ、最後、まあ、でもなんか、いいね、あれ、最後。うん、いや、あそこで、ダンス、ダンス、anywhere、みんなで、手をゆっくり左右に振りながら。こうやってね。わー、いいね、いいね。ゆらゆらと揺れながら手振って、anywhere、でーん、さよなら、って聞きました。へぇー、そういうフェードアウトなんだ。あの、アウトロー、すごいいいんだよな。うんうん、ああ、今日、終わったな、みたいな。うん。すごい余韻が残る。いいね。で、終わりでしたね。最高だったね。あ、そう、言って、言い忘れたけどさ。うん。クラブヌーっていうファンクラブ入ってるんですけど。うんうん。ライブ会場に、QR コードが3つ設置されてて。ほう。そのファンクラブ限定でその QR コードを3つ読み込んで、スタンプラリーができるんですね。おう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 。で、そのファンクラブサイトのページで3つスタンプ集めた画面を、クラブヌーブースに持っていくと、オリジナルチケットホルダーもらえる。いいじゃん、いいじゃん。もらったの？もらいました。嬉しいね。演出が多いとも楽しめることが多くて、本当にいいです。
いいね、お土産ももらえて。物販がめちゃめちゃなくなったから行った時。ああ、うんうんうん。まあこれさえあればいいですよ。うん。なんか一個はね、ちょっと形に残して持って帰りたいね。うん、そう、これ非売品が一番いいよ。ああ、そうだね、そうだね、確かに確かに。そんな具合のライブでした、ね。いやーもういい話だった。最高ですよ。はい、じゃあ本番でございます。破裂と一発書きだよ、一発書き。はい、見せる。あー、ミスった気すんな。あ、いいじゃん、いいじゃん。え、大丈夫だよ、川もちゃんとあそこ近づいてるし、いいと思います。オッケーオッケー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日はね、ちょっとすごい良かったと思うんだけど、あなた。そうですか。めっちゃね、暑かったよ。天体は悪かったっていう。違うって、そんなこと誰も言ってないじゃん。ひねてるな。今後はキングヌーのライブに参加した時だけ出てくる。え、それいいじゃん、結構でも。1年か2年に1回は絶対出てくれるでしょ。キングヌーのライブ行くたびに来る人。そう。あ、また来たんですね、ピックさん。今回のライブレポお願いします、みたいになるから。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバイ、またね。さよなら。さよなら。